そこにはですね、SAS の時に分合結晶どうすればいいか。15kV で、ビーム系を20マイクロメートルにしてっていうことですね。で、それどうやって設定すればいいのか。リフトをペットとペットジェット、リフ H とペットジェットをタップジェットを LD1H と LD2 を使うっていったことになります。ただあそこに書いてあったマニュアルは5チャンネル仕様のものが書いてあるので、4チャンネルしかないときは、ちょっと時間が読みかかります。同時には測れます。そもそも同時に測れない、設定ですね。2が被るんで。で、さっきのこの訂正の時のここのところのスペクトル追加で、4つしか入れてなかったんですけど、5個入れたりできます。で、同じチャンネルが何個回るときには1個目の方が終わってから次のものに移りますんで、それだけ時間がかかりますんで、いかに効率的に測定するかっていうのを考えたかながら、セッティングした方がいいですね。まあ、それどうするかっていうのは、いろいろと経験積んでいかないといけないところですね。人によってサンプルによっても違っていますので、どうするかっていうのは難しいところですけど、そういうのを検討できるチャンスがあったら検討した方がいいですね。まあ、形成分析は以上ですね。あとはセーブか。まあ、セーブはやりましたね。なので以上ですね。終わりますと。